港オアシストは国土交通省の各地方整備局により登録された港に関する交流施設、旅客ターミナル、緑地、マリーナなどを活用した交流拠点、地区の愛称のことである。なお、申請、登録後の運営主体は各市町村、公安関係者、NPO に委ねられる。港は古くから人や物が行き交う。 地域交流の拠点として賑わってきたが、近年に至っては、経済活動拠点の色合いが濃くなり、人々が近寄りがたい空間となっていることが少なくない。そこで、市町村や港湾管理者、特定非営利活動法人などによって港づくりと町づくりを連携させて、港町づくりを目指すために、国土交通省中国地方整備局、 四国地方整備局が2003年11月20日付で港アシス制度を創設した。2009年1月までに他の地方整備局や北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局においても港アシス制度が創設された。2017年9月17日新規登録の港アシス下関をもって登録数が100カ所に到達した。市町村、港湾管理者、 NPO 法人などの団体が申請、運営を行う。ただし、以下の条件を満たさなければならない。国土交通省が行う支援は、以下の通り。出展、港アシスが100カ所に到達。歴史と海峡の町、下関で、港アシス下関が誕生。国土交通省公安局産業公安課 http://www.mlit.go.jp スラッシュレポートスラッシュプレススラッシュ por.t04hh00h81HTML2017 年9月14日、閲覧。abc 港アシスの概要。国土交通省。2015年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月18日閲覧。 港アシス令和3年7月10日、現在登録数149カ所。国土交通省公安局。2021年7月10日閲覧。港アシス気仙沼を登録します人と自然が、輝き、活力に満ちた町、海と生きる、気仙沼。国土交通省東北地方整備局公安空港部。2021年7月22日閲覧。 登録証交付式の開催、港オアシス浜名湖が新たに登録されます港を活用した交流拠点を創出し、浜名湖観光圏を推進します。国土交通省中部地方整備局港湾空港部、清水港湾事務所、2021年7月10日閲覧。クルーズ旅客と地域住民の交流拠点へ、港を核とした賑わい創出。 港アシスヒらから、国土交通省 ht、http コロンスラッシュスラッシュ www.mlit.go.jp スラッシュレポートスラッシュプレススラッシュ por t04hh00024html8、h h h と港で、天体観測。84の星座とともに、港を格とした、にぎわい喪失。港アシ石垣から、国土交通省、 http://www.mlit.go.jp コロンススララッッシシュュスラッシュレポートスラッシュプレススラッシュ por t04hh000215 html ありがとうございます。